今回のフライですが、この12月20日に行ったホーキ川、反応が良かったフライを巻いてみたいと思います。フックは丸藤さんですね。ウェット用の16番に巻きます。スレッドはダンビル200。好きなスレッドになりますね。巻いた時軸にぴったりするのが好きなんですかね。前から使ってるからですね。パートリッジ、を裏面が見えるようにですね、巻き留めます。白っぽいスレッドを使ってる理由としては、フラッシャブの反射が黒っぽいスレッドだとグリーンになるんで、若干黄色っぽい色で反射してもらいたいので白いスレッド使ってます。それと今16番の針なんですけれども、18番程度の大きさのボディを作りたいと思うので、この位置ぐらいですかね。で、止めて作りたいと思います。フラッシャブを巻いていきますね。これちょっと注意しないとね、すぐほどけちゃって、もう一度やらなきゃいけないような状態になりますから、注意深く巻いてください。スレッドで留めて、仮留めします。フラッシャブなんですけどね、今まで瞬間接着剤でコートしてたんですけれども、何回か魚がかかるとやっぱ切れちゃうんですね。それで、最近は、UV レジン、これで、コートしていくような形をとってます。UV レジン、私はね、固まった後なんかプラスチックの塊みたいな感じになるので、あまり好きではないんですけれども、やはりよく釣れるフライがね、すぐ、バラバラになったりなんかするとちょっと煩わしいですからね、フライ交換とかが。UV レジンが今のところいいような気がします。ここで、同じくダンビル200になるんですかね。これの黒に、スレッド交換します。ソラックスとヘッドを黒で巻きますので、ラビットファー、これをソラックスの部分に少量巻いていきたいと思います。ハックルが若干後ろに寝るのを防いでくれますね。で、ハックルなんですが、
愛側からソラックス側へ数回転。まあそれこそパラッと巻くだったら1回転で十分だと思うんですけれども、ちょっと厚めに巻きたいので、今回は2回転かな、ぐらい巻くような形をとってます。スレッドなんですけど、巻き止める前ですね、回転させて若干細くはしてます。で、ここでヘッドを作りまして、ウィップフィニッシャーですかね。これで巻き止めてます。まあ私週間、これウィップフィニッシャーはもうそれで、糸を切って終わりみたいな動画も結構あるんですが、私の場合なんか習慣ですかね。習慣でヘッドセメントをつけてます。一回り大きなフックなので、弁当が目立つような感じを受けます。そこでハックルを大きいものをつけてみました。これハックルが寝るとですね、弁当のところを隠すんじゃないのかなと。で、光ってる小さなボディが目立つような、そんな感じでつけてみました。